群発頭痛は強烈な痛みを生じる頭痛発作を特徴とする一時性の頭痛の一つである。痛みの特徴としては1、側性で眼下部を中心とする激痛が一定期間に集中して起こり1日の間に発作を何回も繰り返すことにある。視床下部の機能異常が関与していると考えられている。群発頭痛患者の発作には首上脈血中の CGRP 及び VIP、髄液中の一酸化窒素の代謝産物が上昇していることが報告され、酸素神経血管系におけるニューロペプチドの変化が群発頭痛で起きていると考えられている。国際頭痛分類第3版ベータ版では、酸素神経、自律神経性頭痛に分類されている。治療には、発作の予防を目的とした予防薬と発作の頓挫を目的とした 急性期治療薬がある。日本のガイドラインでは、急性期治療薬としては、スマトリプタン皮下注射純酸素吸入が、反復性群発頭痛の予防薬としては、ベラパミル、副腎皮質ステロイドが推奨されている。群発頭痛の治療は、急性期治療薬だけではなく、予防薬の投与を行う。なお、群発頭痛は治療薬のプラセボ効果が出にくいと、されている。 外実リズムの強制。一般的な予防薬としては、ベラパミル、炭酸リチウム、バルプロ酸、トピラマート、ステロイドなどが知られている。臨床現場では、頭痛治療薬と予防薬が組み合わせら治療に用いられる。なお、ステロイドは必須ではない。英国国立医療技術評価機構のガイドラインでは、予防にベラパミルを勧告し、これが効果を示さなかった場合には、 専門家の支援を求めるべきだとしている。急性期治療で用いられるのは、スマトリプタンヒカ中、酸素、エルゴタミンである。スマトリプタンヒカ中は、投与10分ほどで効果が発現する。酸素は純酸素7から8リットルで15分ほどで効果が出る場合が多い。酸素ボンベの常備が必要となる。英国国立医療技術評価機構のガイドラインでは、 突発性の群発頭痛に対し、アセトアミノフェン、エンセズオピオイドエルボタミン、蛍光トリプタンは処方してはならないとしている。ハーバード大学の研究者であるジョン・ハルパーンが調査を行っている。2006年には、彼らは、群発頭痛患者に聞き取りを行い、白シビン使用者の19人中18人が、LSD の使用者の5人中4人が、 感慨の期間を延長したなど、調査のための正当な理由となる可能性を得た。例えばある男性はキノコ使用後、頭痛が生じないまま3年が経過した。2010年には、幻覚作用がないが化学構造が似ているニブロも LSD を用いた症例研究を行った。研究では、例えばある患者では30年にわたり1週間に40の発作があったが、週に0回にまで減った。 彼の取り組みは、科学雑誌や、ナショナルジオグラフィックチャンネルでも言及されたが、大手の製薬会社からの関心を得ず、遠仕アげに社を立ち上げ、ニブロも LSD が承認されるための、研究資金を募っている。ありがとうございます。